はい、こんにちは。卵が大好きな相澤です。今日ご紹介するのはチョコエッグです。日本でも売ってますね。日本のチョコエッグではなくドイツのチョコエッグを本日はご紹介いたします。はい、ご覧いただいております。おびただしいというかね、そういう数のおもちゃですけれども、これは日本のチョコエッグではなくて、ドイツのチョコエッグなんですね。チョコレートをパカッと開けると中にカプセルが入ってまして、この中にパーツが入ってるんですね。でこれを組み立てる、まあ全部が全部そうです。組み立てて、玩具を作るというね、ここが日本のチョコエッグと、決定的に違うっていうかね。まあ日本のチョコエッグはフィギュアが入ってることが多いね。まあキャラクターものが多いのかな。で、まあこれで日本がダメ、フィギュアがダメみたいな言い方をするつもりはさらさらないんですけれども、なんかね、私海洋堂大好きだしね、素晴らしいと思うんですけれども、ですがドイツの子は、チョコレートを買って食べながらこれを組み立てて遊んでいるのかっていうふうに考えると、なんかねすごい豊かだなって思うんですよ。でこれ一個ずつね、紹介を、改めてしたいと思います。2回目でね。ですからまあご覧いただいてますけれども、第2回目はねもうじっくりご覧いただこうと思ってますね。で、まあ本当に素晴らしい玩具がねいっぱいあるんですよ、この中にね。もう一つ一つそれを、まあ第2回は長尺になるかもしれませんけれども、紹介していきたいっていうふうに思っております。ということで、まあ本当にまあ木製品なんかもあれば、物が動くおもちゃね、大体、回転が、上下運動になるとか、まあそういうからくりを持ったおもちゃ、そういうものがたくさんございますので、この後は第2回にご期待ください。では本日はここまで。よろしかったらチャンネル登録をお願いいたします。